怠けながらでも痩せられるんです。皆さんこんにちは、怠け者の健康美容チャンネルのホスカです。いつも高評価とコメントありがとうございます。皆さん、怠けながら痩せていますか？今回お伝えするのは、1ヶ月で3キロ痩せる怠け式ダイエット方法5選お伝えしていきます。まず1つ目、野菜から食べる食事による血糖値の急上昇を抑え、糖が脂肪になるのをブロック、また噛み応えもあり満腹感を生む効果まであります。2つ目、水をよく飲む、血流が良くなり栄養の運搬効率が上がり、そして代謝も向上し痩せやすくなっていきます。3つ目、ヨーグルトを活用、発酵食品は腸内環境を改善、栄養の吸収効率がアップして代謝もアップ、みるみる痩せ体質へ。4つ目、お菓子を食べない、余計なカロリー摂取を控えるのは超大事、正直この習慣をなくすだけで痩せます。そして最後の5つ目、糖質は取りながらも制限する、糖質を全く取らないのは絶対ダメです、適量を守ることが超大事です、食べ過ぎには注意しましょう。以上が確実に1ヶ月で3キロ痩せる怠け式ダイエット5選でした。さらにここからダイエットしたい方に向けて脂肪燃焼体操を行っていきますので、必ず最後までお見逃しなく。それでは今から怠け式股関節体操で体の中のリンパをドバドバと流していきましょう。それでは四つん這いになりましょう。皆さん今四つん這いにはなりましたか？それではここから3分間の1種目30秒ずつで行っていきます。動くペースは自分に合わせて行ってくださいね。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか？ではいきます。せーの、スタート。はい、じゃあまず股関節をぐるぐるっと回していきます。体を動かして、この股関節を動かしていきましょう。まずは時計回りに回していきます。体をぐるぐるっと回していきましょう。股関節をね、こうやって動かしていくことでリンパの流れを良くしていくことができます。そうすることで体のむくみもね、良くなっていきますので、どんどん流していきましょう。で、次は反対側いきます。反対側の反時計回りに体を回していきましょう。こうやってね、股関節周りが動いているのが分かるかと思います。できるだけ体を大きく動かすようにしてください。ということで、呼吸を止めずにしっかりと鼻から吸って力吐いてを繰り返しましょう。はい、体を大きく回していきます。はい、次はね、足を後ろに上げていきます。そして戻して反対側の足も伸ばしていきます。足を伸ばすだけで大丈夫です。しっかりと上げていきましょう。あともうちょっとです。頑張ってください。もししんどかったらね、途中で休憩してもらっても大丈夫です。次、足を横に上げましょう。横に上げて、しっかりと上げて、このお尻周りも使っていきましょう。どんどん体が熱くなっていきます。あともうちょっとなんで頑張っていきましょう。どんどん体が細くなっていきますよ。はい、次は足をね、上げて、ももを上げていきましょう。できるだけ足をね、胸に近づけていきます。あともう少しです。頑張っていきましょう。もう1分切りましたよ。はい、その調子、頑張って頑張って頑張って。はい、次は最後ね、体をね、こうやって伸ばしていきましょう。最後は猫のポーズをして終わります。こうやっておでこつけてもらっても大丈夫です。体を伸ばしてゆっくりとリラックスしていきましょう。
呼吸は止めないようにしてください。OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。今股関節周りを動かしていただきましたが、体のむくみ感は足の重さやむくんでいる感じはありますか？やる前より足が軽くなっているはずです。まだ物足りない方は1日に3セットを目安に継続して行っていきましょう。もうこれで十分という方は1日やっただけで体が急に痩せるわけではありません。この地道にコツコツと継続してやっていくことがダイエットの一番の近道です。なので私と一緒にダイエットを成功させましょう。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければさらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。 YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有してお互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなぁという方は当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方はこのチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。